ございます。こんにちは。こんばんは。はい、ということで4月11日のスパイスが今終わってみんな撤収してます。どうぞしてます。お疲れ様です。お疲れ様です。で、今日三浦くんの初のコーナーがあったわけです。新コーナー、ありがとうございます。ツールドさん、よろしく。気持ち悪い。おい、誰が気持ち悪いや。あれ、本当にしんどいの？いや、しんどいですよ。あれ、だって1日に50キロぐらい走るんで。そうか、え、日本撮りってこと？あ、そう、日本撮りってことです。なので、2カ所目とか結構きついんですね、終わった後とか。三浦くんはなんか余裕を感じるんですよ。いや、まあ、そうですね、初日とか特にそうだったんですけど、やっぱ本当にきついのは後ろからついてきてるディレクターさん。そう、他のスタッフがみんな足パンパンです、こうやって早く行きましょうよって結構僕が途中までそんな感じだったんですけど、うん、だからその道の駅ついてからもちょっとみんな疲れてて、うん、やってっていうやってっていう感じで、うん、やってます、今のところは。今日のラスト5秒について。あ、ごめんなさい、あれはなんか最後、来週のスパイスはみたいなところをやることがあるんですけど、そう、来週皆さん、あそこまで見てくれてますか、いつもね。あ、また来週の後、3分後にもうあと5秒あるんですよ。その時に、来週のスパイスは、で、今日は来週のスパイスは満喫春色大戦ってした前を三浦さんが自分のね、コーナーのアピールのためにチャリンコでチャリンチャリンみたいな感じで、チャリンチャリンって言って、なんかミスったよね。いや、ミス、タイミングは、あれ5秒ですよね。たった5秒しかないですよ。5秒しかない、ちょっとタイミング分かんなくて、ちょっとね、ちょっと恥じらいも出ちゃいました、ごめんなさい来週のスパイスは満喫春色大戦じゃあ今恥じらいとしてもう一回やってみようよ、はい、5秒ですよね。5秒。じゃあ3、2、1、ドン。来週のスパイスはワンチャリンチャリン、違う、早く軽すぎだよ、早いんだって。むずいんだってこれ春色大戦にかぶっちゃダメですごめんなさい、じゃあもう一回いいですか。じゃあいきます、3、2、1、ドン。来週のスパイスは満喫春色大戦、チャリンチャリン。あ、それじゃん。いいじゃない。これやつ何回も、3回も4回もやれば始まできますよ。あ、そろそろ下校のお時間です。はい、それでは皆さん、さようなら。